はい、どうも、ダイエです。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ということで、早速、本日もダーツの旅第2弾、行ってみたいと思います。はい、それじゃあ、行きます。ほっ。前回よりは近いな。トヨタの方ですね。あ、多分これは簡単に行けそうだな。はい、ということでツーリングマップルの方で目的地の方を確認いたしますと、この辺ですね。三国さんあたりが今回の目的地になります。前回同様ね、 Google マップなし、ツーリングマップあり、高速道路なしで行ってみたいと思います。それでは行ってきます。というわけでね、1号線の方をバーッと走っております。三国さんね、調べたらね、岐阜県と愛知県の県境にあるみたいなんで、まあほぼ岐阜県ですね。そこそこ遠いんじゃないかなと思います。最終目的地は三国さんで行きたいと思います。で、前回ね、目的地以外全く決めずに走ったんで、まあ、正直取れ高という取れ高はほぼほぼなかったんですけど、で、今回ね、三国さん行くにあたって取れ高を求めるために道中ね、ある箇所を回っていこうというところで思っております。まあ、ツーリングマップルに書いてあった場所に行くんですけど、ツーリングマップルね、マップ上に食べ物美味しいですよとか、ここ面白いですよみたいなのが細かく書いてあるんで、ぜひ皆さんもね、ツーリングの計画を立てる際はそういうところも一箇所入れてみてはいかがでしょうかね。はい、前回ね、グーグー先生だと4時間のところを僕5時間半かけて行っちゃったんでね、やっぱ悔しかったですね。僕の最終目標やっぱ Google なんで、それに勝ちたいなと思ってるわけですよ。やっぱ Google に勝った男ってめっちゃ箔ついてません？なかなかおらんすよ、 Google に勝てた男って。やっぱね、男磨きとしてね、そこをやっぱ一つの目標として頑張っていきたいと思います。これは今、俺はどこを走ってるんだ、わかんねえ。あー、マジで迷子。はい、とりあえず目印になりそうな三好が丘駅まで来ました。駅を探せ。あ、ここだ、今ここだ。はー、了解了解了解。あれ、なんでこんなカーブあるん？あれ、さっきの地図にこんなカーブあったっけ？ちょっと待って。え、なんでここ？は？どういうこと？なんで？え、なんで？なんで常にこっちの？え、東の方に行かせようとするん？俺の目的地、とりあえず西なんだけど。え、ちょっと待って。なんか、めちゃくちゃ誘導される。あ、で、Uターンになってる。あ、なにここ？なにこのトラップ？あ、戻ってるね。三好が丘駅に戻ってるね、これ。どういうこと？どうなってる？ここか、ここなのか。あ、またまたや、またや。なんでなんで、え、なになに、また北向かわせようとするやん。あ、西だって。あー、でも、あ、あ、左曲がれる、左曲がれる。よかったよかったよかった。待って待って待って、これどっちだと思う？これどっちだと思う？俺は右だと思う。え、右じゃないかな、これ。右じゃない、右じゃないパターンもある。どっちかな、確認した方がいいかな、これ。ちょ、とりあえず西を目指すもう納金プレイやなマジ。西に行ける道があったら行くみたいな。あ、これ黒笹駅。あ、なんかここ知ってるぞ俺。ちょ待てや、ちょ待てや、もう駅入ろう。駅入ってゆっくりマップを確認する。黒笹駅、
お、近づいてる目的地に。オッケーオッケーオッケー。ちょっと待ってね、これどう見ればいいんだっけ。今黒笹がこうだから、あ、了解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 、わかった、オッケー、もう完璧。戻って無理やした、黒笹駅ちょっと待って、黒笹駅から出れん、迷いの森やん、なんで。いや、もう地図見てもわからん、地図見てもわからんから、もうダメだ俺ダメだこりゃ、行くしかねえ。あったきたー、着いたー、あ、愛知牧場、ようこそ愛知牧場、よっしゃ、あー着いたー、遠かったマジで、よろしくお願いします、こっちこっち、難しい、むずい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 、あ、いいです、ダイをどうやって使うの、どういうこと、ダイを使う、これの方が危なくない、え、あ、ダイ使うってこういうことになってる、え、ちょっと怖いんだけど、まあ大丈夫か、よし、ということで着きました愛知牧場、疲れた、行ってきます、まだ俺は人の道を生かしていただこう、かわいい、あ、めっちゃ涼しそう、うわ乳絞りてえ、バイクできたらタダで回れんの、めっちゃコスパいいじゃん、うわホワイトホースや、数本の白い馬や、お疲れ様です、行ってもいいですか、すいません、お先、失礼します、親子に見られてめっちゃ恥ずかしかった、家族連れにおすすめですね、営業時間10時から、時間めっちゃうまそう、うわめっちゃうまそう、食べてー、うみゃ、皆さんもぜひね愛知牧場行ってください、あのちょっと道分かりづらいんで Google マップ使ってください、ツーリングマップで行くにはちょっと難しい、今回の動画はここまで、めっちゃ道に迷いすぎて時間かかりすぎた、次回もお楽しみに、バイバイ。